あ、これ遠隔だね。ここまで運が悪いのおかしいもんね。これ遠隔や。うん。なんか遠隔で、あ、こいつって、まあ、無料ガチャをとりあえず渡、あ、遠隔じゃないかもしれない。はい。どうも皆さん、こんにちは、アミザでーす。うい、うい。つうことで、本日はですね、毎日最高100連ガチャ無料ルーレットキャンペーンプラス、天井ということで、ガチャピンルーレットも加味して、今回は天井をしていく動画となっております。はい。今日のガチャは、3月21日18時59分、本日のね、18時59分にガチャが更新されて、フェス最終日、グランデフェスは最終日となっております。はい。レジェンドフェスの方でも100連が出るんだけど、まあ、とりあえず今回は一区切りということで、100連回させていただいたんでね、ここからガチャピンをバチコン回して、1天井したいなというふうに思ってます。はい。結構そうやって悩んでる人もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、まずは私が、先駆けクロマティ高校をさせていただきましょうかね。よろしくお願いします。はい。まあ、ガチャピンか30連か100連。ガチャピンか30連か100連頼むわ。10連、20連は、やめてね。お？あー、20連だこれ。いや、待て、まだ滑ろ。滑れ！滑れ！滑れ！うわぁ、20連か。できるんだったらガチャピンとか欲しかったっすけどね。まあ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 、10連よりマシか。俺まだね、10連出てねえんだよね。ラッキーじゃない？ 10 連がまだ無料ガチャで出てないっていうのは、なんか俺の中では運がいいような気がする。じゃあこれで142連になるので、まああの無料石とかをいろいろバチコン使って300連していきましょうか。よろしくお願いします。18時59分にガチャ更新があるので、回すって決めてる二次最高。人は今のうちに回しておきまーしょう！うえぇ。まあ、進めば2つ、逃げれば1つ、進めば2つ手に入るって、スレッタ・マーキュリーも言ってた。よろしくお願いします。まあ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 、ここまでっすよ。で、これ142連になってるんで、まずはチケを8枚使います。はい。これでチケを8枚使いまして、ウィーレン。これで150連に挑戦しました。半ガチャですよ。言うなれば。半ガチャ。これで、じゃあ10連チケ回していきましょう。お願いします。よし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 。ここからは実弾のタイムだ。まあ、無料ガチャ。おい、石が多すぎる。あまりにも。ふざけんな。やばい、具合が悪くなってきた、急に。召喚石がボロボロ出てきた。おかしい。これはなんか陰謀です。これは運営の陰謀です。これ遠隔されてるわ！なんか、あー、こいつ、実弾回すタイプね。じゃあ絞っとこう、つって。あ、これ遠隔だね。ここまで運が悪いのおかしいもんね。これ遠隔や。なんか遠隔で、あ、こいつって、まあ、無料ガチャをとりあえず渡、あ、遠隔じゃないかもしれない。これ遠隔じゃないかも。やっぱサイゲームスさんさすがですわ。サイゲームスさんについて行かせていただきます。おー、これ遠隔じゃない、あ、これ本当に遠隔、あ、サイゲームスさんって本当そういう、そんな、あくどい商売はね、そんな、そんな、そうっすよね。そうっすよ。もう、そんなん、ね、もう、貧困法制ですわな。サイゲームスさんはほんと知って、あ、おお、そうなんですよ。サイゲームスさんって、いつも本当にこうやって、ね、もう、くれちゃって、本当にありがとうございます。で、リミ武器は？リミ武器ないんですけど。これ、遠隔ですか？もしかして。フェイク遠隔か、これ。これフェイク遠隔だわ。ほら、だって虹出ないでしょ。これフェイク遠隔ですね。あー、でも遠隔じゃないかもしれん、これ。もうほんと。あー、運営さんについついていきます。ほんとに。あー、なんかゴミ石ですけど。まあまあ、ちょっとリミ武器がないな。ピックアップ、なんかさ、ピックアップないってさ、ちょっと結構この弊害あると思ってて、リミ武器がなんかね、出なさそうな、やっぱ何かしらリミ武器がピックアップしてると、あの刑事がやっぱ出るんだよな。リミ武器がないと、まあ、こういう現状になっちゃうのかなっていう感じはしなくもないですけど、あと40連しかない、頼むで。ちょっとリミ武器見たいな。
リミブキ見たいにゃー。おい、ギルガメッシュピックアップなんだけど、このガチャ。ピックアップないとか嘘でしょ？だから俺、ギルガメッシュ今回の天井で合計3枚出てんだけど。昨日の100連とかも合わせてさ、このゲーム、ギルガメッシュ工場ピックアップやん。常時ピックアップ状態やん。これはやってます。これ、俺知ってるけど、運営やってます、実は。これ、遠隔でギルガメッシュピックアップしてますね。これ、やっぱそういうことなんだと思う。ルオー3達してたかな、俺。当たりな気がする。わー、ケージ来ちゃー。虚無の国風ですね。俺、ルオー持ってないんじゃないかな。ガレオンは3凸持ってんだけど、ほら、ルオー2凸だもん。ごめん、嘘。全然1凸。これで2凸になるわ。嬉しいね。天井した価値がすでに生まれたかもしれない。生まれた意味を知る。カルマ。よろしくお願いします。バンプオブチキン。そっか。でも、リミ1か。まあ、やっぱ、ピックアップなしの1リミは、少し、考えるものがありますね。あの、月末のフェス、もうピックアップなしなんだよな、確か。だから、まあ、ちょっとこのノリになると思う。リミ吹き1本2本出ればいいな、ぐらいの感じになっちゃうと思うから、まあ、そういう意味で言うと、その、例えばだけど、1個前のフェス、水着、イーウィア、みたいな状況だったら、まあ、イーウィアタン、まあ、それはまたあれだけど、リミ吹き2本プラスなんか新キャラ1人みたいなピックアップとかだったりしたら、まあケージは狙えるよねっていう感じではあるかなとは思いましたね。うん。まあまあ何にせよ300連ですわ。これで俺は天井するんだけど、取るキャラはとりあえず決めてた。まあイービアが無凸2本欲しくて。そう。まあこの無凸2本でダマ使うにせよ何にせよ、この豪風の抑影2本持ってたら、まあ、とりあえず幸せかなと。ダマ使うかはどうかは後で考えるんだけど、まあとりあえずこの豪風の抑影1本、4凸1本作ってもいいんだよな。第3スキルの神髄が多分スキル枠1個加算プラス1とかになるから、まあスキル枠目的で豪風の抑影とか、まああとあれだな、危険クラウソラスディオンとか4凸するかもしれん。まあ何にせよ、まあ無凸2本あれば、まあとりあえず豪風の抑影は何かしら使えるかなというふうに思ってたんで、天井、うん、決めてました。はい。まあということで、今回の300連でした。まあ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 、100連いただけたんでね、運営様から。身銭を切るのもやぶさか。まあ身銭も無料ガチャなんですけど、身銭も無料ガチャだけど、身銭を切ってもいいかなといったところで、はい、お世話になりました。大変。月末の方もよろしくお願いします。そんな感じでございました。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。